石原莞爾。彼は満州事変を引き起こし、日本を戦争へと導いた戦争犯罪人の一人か、それとも世界史の終焉を結論した精緻な理論家であるか、20倍に上る敵軍を壊滅させた天才的な戦略家であるか、今回は石原莞爾の生涯を逸話とともにご紹介しよう。軍人としての石原の進路は普通の軍人と何ら変わるところはなかった。1902年9月仙台陸軍地方幼年学校に入校。この頃から総員51名の中で一番の成績を維持し、第6期生切手の秀才として頭角を現していた。カンちゃん頭ええな。この時代の有名な話として、図画の写生の宿題で石原が便所において我が宝を写すと題して股間の一物を描いて提出した事件がある。これは職員会議で対抗問題にまで発展したが、石原の才を惜しんだ校長が身柄を一時預かることで一応解決を見たという。そして地方幼年学校を首席で卒業後、陸軍中央幼年学校に入校。ここでも石原は傑出した俊秀であったが、いわゆるガリ勉ではなかった。学校の勉強よりも戦史、政治、思想などの書を読み漁り、名士を訪ねては論壇に興じた。その後陸軍士官学校を経て歩兵第65連隊に配属された。この時歩兵第65連隊はまだ一人も陸軍大学校入学者を出していなかった。そこで連隊長は、連隊の名誉のためどうか頑張ってくれ、陸士の成績の最も良かった石原に目をつけた。しかし立派な部隊長になろうとしていた石原にとって、陸大を受ける気などさらさらなかった。結果はほとんど受験勉強らしいこともしなかったにもかかわらず、10倍余りの難関を一度で突破。石原やったな。いやー優秀な男だ。その後3年間第30期生として陸大で学ぶこととなった。陸大においても石原はいくつかのエピソードを残している。ある日梨本宮元帥が検閲使として来航した際、石原は将校でありながら一人粗末な木綿の軍服を着ていた。検閲の時は軍服を新調するのが習わしであったため、その服は君の最も良い服かと質問すると、はい、第一層用でありますと胸を張って答えた。それからというもの、検閲の際は石原だけ休暇を取らされるようになったという。陸軍卒業成績は2番で恩師の軍刀を排除したが、教官票は聖祖屋にして無頓着であった。その後の1936年7月、石原はドイツ駐在武官補佐官を経て中佐で関東軍参謀に転出。1931年満州事変を起こし、23万の張学良軍を相手に1万数千の関東軍で満州を占領。事変解決後、石原は大佐に進級、内地へ帰還し歩兵第4連隊長に就任した。その際石原は軍隊特有の形式や細かい規則などに肯定せず、石原式改革をどんどん行っていった。まず軍隊の悪兵である私的制裁の一掃に努めた。さらに浴場に浄化装置を施して兵がいつでも綺麗な湯に入浴できるようにした。飯は兵に任せるのでなく、専門の調理人を軍属として雇って食事の味も良くした。兵が洗濯に時間をかけるのは無駄だと考え、洗濯機を導入し洗濯はまとめてするように改めた、などなど他の連隊長には考えもつかないことをどしどし実行した。数々のエピソードを生んだ石原の連隊長時代も2年で終わり、参謀本部作戦課長を経て関東軍参謀副長として再び満州の地を踏んだ。満州も近代都市、都会の仲間入りだな。大川襲名が満州旅行の途中石原を訪ねた際、東条上等兵の部屋はそこだよと東条に聞こえよがしに行ったという有名な話もこの頃のことである。他にも関東軍参謀長の橋本中将のことを猫之助、菱狩高大将のことを片足看護家に突っ込んだおじいさん、三宅道春中将のことをロシアなしと脳がないとみなした軍人に対しては上官であっても容赦がなかった。その後満州から帰国した石原は京都の第16師団長に進歩された。ここでも形式にこだわらぬ改革をどしどし行った。
儀式嫌いの石原は閲兵式について、形式ばったことは大嫌いだ、長い時間立っている方も迷惑だろうと言い、馬で一気に駆け抜け1分足らずで式が終わったという話もこの師団長時代のことである。その後東条との対立はますますひどくなり、東条は陸将の権限で憲兵を使い、石原と東亜連盟に対する弾圧を強めた。そしてついに東条は石原に対して辞職を要求。1941年3月、石原はついに予備役編入となった。その後石原は1942年の春、天笠正彦の斡旋により東京で東条と会見を行った。その時、戦争はどうしたらいいだろう。今後の戦争指導について東条から意見を聞かれ、君には戦争指導などとても無理だから、一日も早く総理大臣を辞めるべきだと答えた。戦後の石原についても有名なエピソードが多く残されている。1947年5月、石原が極東軍事裁判で証人として立った際、証人石原は英語が話せるか、日本語ならちょっぴり話せる。判事の問いに法廷にはどっと笑い声が起こって賑やかになった。裁判長は静粛を聴衆に喚起した後、石原に質問した。尋問の前に何か言うことはないか。ある。不思議に絶えないことがある。満州事変の中心は全て自分である。軍の満州建国立案者にしても皆自分である。それなのに自分を戦犯として連行しないのは腑に落ちないと堂々と発言した。裁判長も検事も狼狽して、証人はそんなことを言ってはいけない、こちらから尋ねることに対しイエスかノーかを答えればよい。注意して検事の尋問に移った。満州事変における日本軍の被害の程度はどうか。あいにく被害の程度を言い表すのに日本語にはイエス、ノーといった言葉はない。皮肉たっぷりに切り返すと、法廷は再び爆笑に沸き返った。満州事変の時に日本の兵力は相手に対し20対1であったというが、それで勝ったのか。勝った。戦争の勝敗は必ずしも数によっては決まらない。そんな兵力で大鉄槌を下したのかと聞くと、いや、中鉄槌を下した。ここでまた満邸爆笑。法廷はかつての東京裁判には見られなかった和気に包まれ、法廷の雰囲気はすっかり石原に制せられてしまった。他にも戦勝国の判事や裁判長をやり込めた伝説的な応酬は、東条のことや開国を迫った米国のペリーなど、石原の存在を神格化させた。今回は石原の軍人離れした数々のエピソードをご紹介した。業績の良し悪しは別にして、石原という人間は昭和の陸軍において極めて稀で常識を逸脱した、まさしく奇才であった。